今商売を通じて社会のね、ためになるということでね、今やってる事業のこうブランド FC 化というかね、フランチャイズ化というあたりは一つの、まあ、社会のためになるかな。ないやけどね。うさんくさい、うさんくさい、もういろいろやっていくでしょ。いろいろのれんわけやろ。のれんわけやろ。もっと分かりフランチャイズって綺麗な言い方してるけど、のれん貸したるから金貸すよこせみたいな、しょばだやろ。まあそういうことな。俺何でも分かりやすい変な英語使ったらな、綺麗に聞こえるみたいにするんよ、うん、だから分かりやすいのは銀行員ね、銀行店、うん、あなたやったらどういう商売してるの。金貸してるの、うん、氷貸しや氷、うん、そういうふうにしたら分かりやすいんよ、紙砕いていったら。そうでしょ、うん、こう銀行というのは氷貸しですよと。で氷貸しだけど金利が低いから儲からへんかったと。だから何でもかんでも保険から何でもかんでも手数料で儲けてるわけですよ。何でも売ってね、カード作ってくれとか、うん、はい、俺銀行員なんて担当変わるごとにカード作ってくれ、カード作ってくれ、俺カード20万ぐらいあるほんまに。まあそれこっち置いといて、はい、でフランチャイズか、はいはい、だからのれんわけですわ。まあそうですね、はい、なね、あなたてるちゃんでしょ、てるちゃん本舗っていう店あります、うん、フランチャイズでのれん貸したるから、うん、のれんとマニュアルや、うん、ノウハウをかけたるから次10万よこせっていう話でしょうが、ちゃうん。まあ FC フランチャイズのそういうの方が強いですわね、のれん分けで金儲けようと、うん、だからそういうやってるわけよ。だからてめえで自分のところで出店していったらコストかかってやで、採算かどうかわからんしやで、失敗したら撤退せなあかんしやで、大変やからもうよそ他のやつやらしとけと、うん、ね、でいや上がりはこっちは何パー取るぞと、ね、でちょっとそこそこサイズになってきたら飲食やったらやね、まあ、コンビニもそうですわ、本部こっちから全部商品が送るから売れとか買えとお前のところいうことでしょ。だ今コンビニなんかかなり 文化的にはすごい浸透してますわね。ああもう社会に貢献してますわね。してるか。してるでしょ、それは夜中やってるし、うん、楽ですやんか言って。そうか、俺もコーヒー買ったりタバコ買ったり。そうでしょ、見た。ただなコンビニあるでしょうか今日。まあそうですね、夜中やんなと思う、もう10時で店閉めろと、やっぱりね日本はそうならなかったもんね、やっぱりな10時にもう店全部閉まってると、だってヨーロッパのそこそこの国なんかみんなそうよ、やっぱ先進国は閉まってるやんか、うん、もう夜中まで働かんと、もうこんなことするなと、うん、ね、コスト下げろと、えコスト下げることできると、うん、そんなもう言うよな、しろ24時間営業とかわけのわからんな、うん、365日やってますとかするなと、うん、昔って日本ってお正月ってお店閉まっとったでしょ、覚えてる。お店ね、そうやね、1週間ぐらい閉まってましたね。でしょ、空いてるって言ったら子供が お年玉でおもちゃ買いに行くから、うん、ね、おもちゃ売り場とか、うん、だんだんこう3日が、うん、1週間が3日になって3日が2日で元旦だけとか3時元旦だけ休んでますとかってなったでしょ、うん、まあね、うん、あれやめろと、もう、うん、もうそろそろ、うん、海外そうない。いや海外って国によっていろいろ、ただ先進国っていうのはやっぱ閉まっとる、うん、特にヨーロッパは守るんそこは、うん、なんでそんなことがせなあかんねんと、うん、アホかみたいな話です、うん、なるほどね、うん、だってやっぱり特にあの聖書を読む文化な、うん、あ 何教やなんかしらんわ、何や聖書を読む文化の国々ですわ、はいはいはい、ね、やっぱり聖誕祭ね、うん、キリストのああいう時にはお休み一日何もせえへんとか、うん、もうイスラムもそうでしょ、うん、この辺も断食するとか、うん、それをやっぱスパッと切ってるわけですよ、うん、日本はそういうのが宗教的なものが結構曖昧なんで、うん、ね、どうしても何でもかんでも神社でも商売や賽銭入れろみたいな、うん、箱置いて今宗教何日ですか。何が浄土宗な、宗教3日何がそうそう宗教3日、うん、宗教3日やけどもうやめ、ね、もう宗教2日に戻すもう来週から、うん、俺そっ決めの早いから、まあ、まあ宗教2日、うん2日、まあまあまあ休みがあるわね、うん、元に戻したもんで、9時から5時まで、うん、6時まで、うん、まあそれもまあ短いですよね、短い、うん、そういうね文化というかね、うん、をまあ広げるたら、まあ、従業員にとってもいいし、いや俺嫌やもんそんな長いこと働くの。俺が嫌やよ、俺が自分が嫌やのに働くやつも嫌やろ、そんな働き私大体昼まで
いや理想はもっと短い方がええよ。理想はもっと短くてもっと休みが多い方がええ。だから週休3日したわけや、うん、それでもちょっとやっぱ無理ないよ、うん、やっぱ無理があった、うん、だからやっぱりそれは何が無理があったかって言ったら、もっとその販売する商品の、うん、を改善してからそうしないと、結局単価も販売量も一緒になると何のこっちゃ分からん。結局数字下がるの給料も下げられざるを得んよ。結局分かる言うて、給料下がったら本末転倒なんで、ね、で給料下げるとそれを経営者にやれたって無理なんですよ。でしょ、今までの数字を維持しながらってことになってくると、もう一回やっぱ再構築しないし、売る商材を再構築してからやらない。だから一回宗教使いに戻してまた考える。これ作戦あるから今。なるほど、作戦寝てんねん、うん、ねえあんた自分が1日12時間仕事してないのにな、うん、従業員に働けっておかしな話やんそれ俺言えやん、そんな、うん、しんどいもんちょっとしんどいけど、頭痛いこといっぱいあるけど、うん、まあまあ、なるほど、はい、で何やったっけ、何の話しとったさっき。いやそれがね、のれん分け、のれん分けがお社会のためになるんだろうか、ならない。なるか。なんで。なんでそんなことしたん。自分だけラブしてチャリン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 。いやいやいや、そういうことによってね、自分の事業スタイルを伝えられて、社会の生産性が上がってくるんじゃないかなと。事業スタイル伝えまたこんなんでいいやん、YouTube で。うん。あ、そうですか。何や、そうですか。そういうね、まあまあそういう。でもこういう言い方するから、のれん分けしてもらえませんって言うとじゃ言われるかもわからない。かまからね、うん、あいつ全然買い儲けのあれがないな、あいつはええやつや、俺やったら俺だけただでええわ。そうそうそう、フランチャイズ無料だから、そういう形ですわ、うん、だ無料やったらやるよ、うん、無料でしょやろ、うん、無料よ、無料ゼロや、うん、その社会に多分なりますよ、それが。そうや、それそういうこと言いたかったんだ私。ああ、ああそうでやろ、乗れ巻きのコストさえね、やっといて、うん、いや、やっといて、俺忙しいそんなことやってられるよ、じゃあ、ほんまに、はいはいはい、うん、了解です。やりましょう、うん、そんな。なんでフランチャイズの話なの。でもええと思う。そういう話をしたかったんです、社会のためにと。うん。お客さんのためになる、うん、っていうことは社会のためになる、うん、何が、まあ、例えばね、医療やったらどういうふうに世の中これからなっていくのかって、今までちょっときつい、厳しいこと言い方やってるけど、うん、やっぱそれぐらい本当にね、変わ、うん、ドラスティックに変わるんで、世の中も。うん、ああ、もう、うん、ああ、ほんまに。社会のためになるしね。ああ、いいじゃないですか、これ。もうあの、うん、それは社会保険の厚生年金なんとかならんか、うん、毎月毎月もう腹立つわほんまに。もうすごいねあれね、今日またこれまた言うけど、俺毎回あれ見たらもう吐き気すんねん、もう、もうみんな思ってるよ、経営者も。そうやね、え、働いてる会社員の人も、もう何やこれぐらい、俺もう税金は言うてるやん、もうしゃあない、でしょ、やっぱり社会保険ね、やっぱり世の中にはお金がいるんでね、国にはお金がいるんで、税金は俺もしゃあないと思うね、納めるもんやと思ってるし、ね、頑張って働いたらそれは納める、それはいいね、有効にさえ使ってもらえば、あの年金なんとかならんか、もう社会保険 も譲るわ、もうおじいちゃんおばあちゃんの保険、ね、病院の行くお金を俺らが払ってると、これも許す、年金やあんたがもらってる俺は年金ね、もう自分のせいやという、要は俺これもね、基本的にね、今日ちょっと長くいくぞ、俺もあと10分ぐらい腹立つ、ほんまにもうあれな、詐欺やぞ、国家詐欺って言うやんな、あれ、え、取るだけ取ってあげませんやで、最後多分あれ詐欺よ、ほんで強制やろ、今むちゃくちゃやで、もうこれだけ俺言いたいわ、年金なんとかせえと、もうほんま払わない金があるのしまいには自分で全てね完了するにはね、もうそういったまあ自分に入ると、いや違うやん、これ言うてるの強制や、今徴収された年金、厚生年金や、うん、強制やね、もうええ加減にせえよ思うで、ほんまにあれ、地味に上げやがって、ほんまに、え、どう思う自分、いやこれだけ怒りしんどいわ、俺年金大変ちゃうわ、もうええ加減にせえ思うてんのほんまこれ、うん、嫌になる、うん、もう事業するのは嫌になる、うん、何回も税金はもうええねん、うん、これを払うのは当たり前やから、これはいいこと、税金はもうしゃあないと、うん、で社会保険料、国民健康保険、これももう
しゃあないと、高いけど、俺ら病院にも行けへんし、保健所も使えへん、でもアホみたいに払ってると、ね、でももうおじいちゃん、おばあちゃん、みんな今まで頑張ってんの、病気になったら、おじいちゃんないからあかんねんけど、もうそれ賄うぐらいでええわと、年金や、厚生年金ね、おお、もうええ加減にせよ、もうあれは、ほんまにもらえるかもらわれんかも分からんよな、分からへんね。こっちは入り別に入りたい言うてないのに勝手に取ってやで、ほんであげませんみたいなことになってきて、先延ばしますって、普通これ詐欺やで、普通例えばちゃう65歳からあげますよっていうのが70なんかなったら詐欺よこれ、普通は違うの、民間の保険やったら違う、例えば個人年金あげやんかね、あれ俺も売ったやろ個人年金売って、あれも例えば60歳まで10年60歳までかけましたと、ほんだらもらえる権利出ますから、もらっていいですよなるわけよ、これが突然ほんな保険会社がいで、いやいやいや65になりまして、うん、ありえるか、ありえない、ありえない、だろ、詐欺よこんなもん、まあまたそんなね、もう何とかしてくれあれね、わかりました、何としましょう、俺もう暴動を俺ほんませんでも起こしたのかな、なるほど、厚生労働省の前で、なるほど、そこにビジネスチャンスがある、え、私のビジネスチャンスがあります、ビジネスチャンスもクソもあるか、お前もあったなもんだよ、厚生年金ほんまあるか、クソ、わかりました、あんたの年金払ってんねん俺がだ、俺が払ったやつはお前持って行ってんねやろあんたが今日これまで、はいはい、どうも。